孫皇伯皇屈、第249屈壁画右上に風体を掲げた風人、左上にリング状に太鼓を並べた雷神の姿形が見える。風神雷神図とは、風体から風を吹き出し風雨をもたらす風人と、太鼓を叩いて雷鳴と稲妻を起こす雷神の活動の姿を描写する絵画である。俵や宗達室の屏風画が有名で、リンパの絵師をはじめ、 多くの画家によって作られた模索や模写が多数ある。東洋美術には古くから風神と雷神を扱う作品があり、中国で一世紀に作られた竹士穂浦に風白と雷光が彫られているほか、北魏の元股の墓の天井側、製図を挟んで周囲に太鼓を巡らせた雷光と布を広げた風白がタイになっている。ただし、雷光という言葉の書質である靴下の素辞では雷光と アメ氏が閉賞されているように、必ずしも風人と雷人で体になっていたわけではない。他方で、トンコの伐工靴から見つかった多くの仏教美術にも、風人雷人を扱ったものがあり、例えば第249靴の天井画では風体を、携えた風人と太鼓を臨境に並べて奉仕する雷人が描かれている。また、彫刻としては、南京の住か霞寺斜里島の釈迦八章。 コーマの例がある。日本にも、風神や雷神への信仰は、古くからあったが、一体の風神と雷神というモチーフの主要な起源は、やはり、中国伝来の仏教美術である千獣観音28部衆像、俗に、千獣観音曼荼羅とも呼ばれるもので、中央の千獣観音を本尊として周囲に28部衆を配置した構図であり、主に平安時代後期から鎌倉時代にかけて流行した。 ここでの風人と雷神は、千獣観音の眷属であるが、時代や状況によって二十八部衆に含まれる場合と、そうでない場合がある。後者の代表例が、鎌倉時代に作られた三十三剣道の木造風人、雷神像であり、国内に現存する風人雷神の彫像では、最も古い。なお、千獣観音の右上に雷神が配置される彫像は、 四川省の構え石窟第十五岩に先例がある。千樹館の二十八部修造の流行前の例には、奈良時代の永因垣魚馬があるが、この風神と雷神はまずにありがちな立ち位置で独立性がない。一方、平安時代の金光明最小王妙金字法島曼だ羅図の第八等第九等に描かれた風神雷神は、 金光明最小王京七巻十四品、如意宝玉に描写される四方くらいの巧妙をお伝王に対応するもので、千樹間の二十八部修造の風神雷神に近い形である。千樹間の二十八部修造の流行とは別に、同時期に並行する形で、天神信仰も盛んになっており、鎌倉時代には北の天神縁起絵巻などの風神と雷神を、 題材とした天神演技と呼ばれるジャンルの絵巻物が次々と描かれ、来光祭と風白祭が同日に北の天満宮に隣接するウコンの馬場で催された仏教美術や演技絵巻の風神雷神、室町時代のふっつき群絵巻の風神雷神、さらには俵や宗達以降に描かれた風神雷神も、元代に遡る中国伝来の形を残しながら変遷してきている。 詳細は、風神を参照。松本英一は、最域にある、キジル石窟、サイラム石窟、シムシム石窟、クムトラ石窟の風神はいずれも、東洋の風神像で馴染み深い、膨らんだ布を持っており、特に、シムシム石窟の風神は明らかに風体の口を握っていることから、バーミヤン遺跡の壁画などのさらに西方の、ガンダーラ美術と同じ様式であり、 これらのすべてが古代ギリシアと古代ローマに起源を持つとした。また、オデュッセイア10巻には、姉モイの主アイオロスが9歳のお牛をほふって作った牛皮の袋にあらゆる暴風雨を詰めてオデュッセウスに渡し、一行が穏やかなゼピロスの風だけで後悔できるように計らう話がある。ただし、オデュッセイアの風体をモチーフとした作品は、 オデュッセウスの従者と袋が描写されたエトルリアのカメをしかなく、アイオロスと風体を直接取り上げたものは見つかっていない。この点と袋の形状の違いから東洋の風神像への影響を否定し、風神の持つ布がはっきりと袋状になったのは6から8世紀の中国とする意見もある。東洋と西洋を結ぶシルクロードの中間にあったクシャーナ朝で発行された硬貨には、 風神をモチーフにしたものが大きく分けて2種類ある。2世紀前半のカニシカ一世の時代の金貨には、ギリシア文字でアネモスと書かれており、有浴の風神が大きな布を広げて走る様子が描かれている。他方で、カニシカ一世の銅貨や2世紀後半のフビシカの時代の効果には、ほぼ同じ構図でオアドーと書かれ、翼がない。この変更が、東洋の風神に、 翼がない理由だという説がある。詳細は、雷神を参照五館の大蜜は、雷光の絵画を次のように描写している。図絵の甲、図、雷の上、類類序連つ蓮みの形また、図一人、若力士の姿、E の雷光、使いの左手引き蓮み右手水 C、若の上、大光論考がみなりペン、ウィキソース。すなわち、 太鼓の絵の特徴は、力士のような姿で、いくつもの太鼓が連なった、レンつずみを左手で引き、右手でくさびを押して太鼓を打つということだが、この村地みが円環状に配置されているとは、言っておらず、実際にそうなっていない作品も、多数ある。しかし、同時代に作られた三等賞林義士、クレジロ小湿度画像石には、すでに周囲に、 円環状の村地鼓を回らせた雷光の姿が描かれており、前述した南北朝時代の元破壊や幕光屈、第二百四十九屈の天井が、唐代以降の仏殿図や鉱馬浄土図も同様であることから、唐代には円環状の村地鼓がある、程度定着していたと考えられる。仏教美術では、鉱馬をテーマとする作品には雷人が描かれることが多い。これは、 ブッダチャリタ13種なハマや、フッツハ。また、日本の雷神はほぼすべて鬼の姿でレンツ済みを持っているが、前述の、フッツキ軍絵巻の雷神は、けうな例外で、太鼓は一つである。国宝、二曲一層、資本金字着色、兼人地蔵、楽観、印象はないが、創達の神筆であることは確実視されている。制作年については17世紀前半の、 関英年間、宗達裁判年の作とする説が有力だが、北京院がないことや、大らかな戦出が要原院の杉戸へと共通することから、原画末期頃の作とする説もある。宗達の最高傑作と言われ、彼の作品といえばまずこの絵が第一に挙げられる、代表作である。また、宗達の名を知らずとも、風神、雷神といえばまずこの絵がイメージされることも多い。現在では、 極めて有名な絵であるが、江戸時代にはあまり知られておらず、作品についての記録や言及した文献は残されていない。京都の豪商で歌人でもあった、一都屋の歌後期が、寛永14年からの臨在州県任自派、寺院妙高寺再興の記念に、妙高寺に寄贈するため制作を依頼したとされる。後に、妙高寺住職から県任寺住職に転任した構想が、転任の際に、 県民寺に持って行ったという、クリップ北の天神園絵巻の雷神クリップ北の天神園絵巻の風神この絵は画面の両端ギリギリに配された風神、雷神が特徴であり、これが画面全体の緊張感をもたらしているが、その線形の構図は大絵をもとにしていると言われる。三島幸男はこれを表して奇抜な構図と呼んだ風体を両手に持つ風神。 天皇を巡らした雷神の姿は、北の天神縁起絵巻巻六大三段、清涼殿の落雷の場の図用からの転用であるが、三十三剣道の風神、雷神像からの影響もしばしば指摘される。しかし、創達は元来赤で描かれる雷神の色を、風神との色味のバランスを取るため白に、青い体の風神を同じ理由で緑に変える等の工夫を凝らし、独創的に仕上げている。金箔。 銀霊と墨、顔料の質感が生かされ、創達の優れた色彩感覚を伺かがわせるほか、両神の姿を強烈に印象づける。特に重要なのは、垂らし込みで描かれた雲の表現である。絵の中であまり目立つ存在ではないが、二神の激しい躍動感を助長しつつ画面に空間軸を設定し、平坦な近似に豊かな奥行きを生む役割を果たす。 宗達は墨に銀霊を混ぜて使用することで、同一の画面に墨と金という異質な素材を用いる、違和感をなくし、柔らかく軽やかな雲の質感を描き表している。平成20年7月に行われた、東屋湖サミットでは、会議場に、この複製が置かれた、小形光林の屏風が、編集、風神ライジンズ重要文化財、二曲一層、資本金自着色。 東京国立博物館像、小形光林は、宗達の原画に忠実な模写を残した。当時、風神雷神図は、賢人寺の松寺明光寺にあったと返されているが、この寺は、光林の弟、賢山が営み、光林のパトロン、二条家の別荘にあった、成田清とほど近く、賢山が、道法を学んだ、野々村一清の墓所もある。こうした巡り合わせも手伝って、 光林はこの名品に出会ったのだと考えられる。この開口は、およそ放映末年頃だと研究者たちは推測している。光林は、体育や、絵門船などの輪郭線を驚くべき忠実さでトレースしており、単に屏風を別件した程度ではなく、時間と手間を惜しまず正確に写し取ったことが伺える。その反面、光林は、光林の模写も、傑作の部類に属するが、上記の相違点により、 宗達の画の方が迫力があるというものも多い。しかし、光輪の宗達に対する最良の回答は、風神雷神図の構図を借りつつも、強を埋めに置き換えた、光輪の最高傑作である、紅白梅図屏風だということは留意すべきであるとも、言える。堺井法一の屏風が、編集風神雷神図文成4年頃作、2曲一層、資本金止着色、井出光美術鑑造。 堺井法一は、光輪の模写をさらに模した画を描いたが、創達の画を知らず、光輪の画が模写でなく独自に描かれたものとして考えていたと見られている。このため、模写が重ねられたことで起こりがちな、写し崩れによる描写の不安定さが目立つ。光輪本と抱え一本を比べても、トレースによる図用の相似関係が存在ないことから、法一は当時一橋家にあった光輪本を拝見するのが、 精一杯で、じっくり時間をかけて、研究、吸収できなかったと考えられる。このことは、法一が編集した、光輪百図の後編再終図を飾る、風人雷神図は、光輪画に忠実でなく、むしろ自分の屏風を縮小した感があることでも、裏付けられる。法一の風人雷神図は、創達。 光輪のものと比べると劣った作品だと理解されがちであるが、法逸の光輪に対する変化は、もともと光輪本の裏に描かれ、天井の神から風雨を受け、地上で揺らめく草花を描いた、法逸の最高傑作、風雨草花図屏風だということを考慮する必要がある。国宝の俵や草達筆の屏風とは別に、草達の工房が用いた異年印を持つ、 ライジンズ屏風が発見されており、クリーブランド美術館が所蔵している。法一の弟子鈴木その一が描いた、風神ライジンズブスマは、襖四面の両面に描かれていたが、平成五年に、現在の全八面に改装された。襖四枚の幅は、屏風二曲一層にほぼ等しく、表四面で二芯を完結させることもできたはずだが、周囲に余白を取るためか、その一は、 あえて表裏に分けている。それゆえに、その一の作品は、模写ではなく、風神雷神という題材を借りてきただけに近く、それは口述する作品でも同様である。また、江戸期の作としては、伝家の単優筆、風神雷神図屏風がある。ただし、板橋区本は、人物描写に写し崩れがあることから、単優筆ではなく、単優本を原本としたずっと後の仮の派の絵師が描いたか。 印象から、単有在世中に描かられた工房作品だと推測される。葛飾北斎の北斎漫画にも、風神と雷神が描かれている。また、オランダの国立民族学博物館に、収蔵されている河原慶河の風神雷神図は、北斎漫画とほぼ同じデザインである。さらに、フィッセル著、日本の知識への寄与の扉への風神雷神は、河原慶河の風神雷神図をもとに過失。 再配置されたものであり、これをあやくして、日本で発行された日本風俗美行の扉絵にも踏襲されている。明治の後半になると、画家たちの間で、リンパや宗達に学ぶ機運が高まり、今村志向や安田幸彦、前田清村、富田慶仙などが、近代的に解釈した個性的な風神雷神を描いている。展覧会図録上記二つの展覧会では、宗達、 光輪、法律の風神大神ンが並んで展示された。ありがとうございます。